アトムミニこんにちは本日は高ーコンペイとキャッシュレス決済のコラボキャンペーンを2つ紹介します高ーコンペイはコカコーラの自動販売機専用のキャッシュレス決済サービスです高ーコンアプリを利用して対応の自販機で飲み物は買えますでは早速キャンペーンを見ていきたいと思いますこちらの動画をご覧ください こちらが、高コンペイとキャッシュレス決済によるコラボキャンペーンになります。高コ,コンペイでコ額コーラ社製品を買うとお得な4週間。5月18日月曜日から6月14日あですね。まず一つ目はこちら。新規登録限定100円以上のコ額コーラ社製品購入で毎週100円相当戻ってくる。もう一つが、高コンペイ利用者全員にチャンス。高コ,コンペイ利用で買うたび挑戦。 回回に1回当たる。ではあ、詳しく見ていきたいと思います。まず一つ目のキャンペーンですけども、新規登録限定で100円以上の価格を,売らした製品を購入で毎週100円相当を戻ってくる。不要上限はあ1週間100円相当で、えー、期間で400円相当になります。こちらは、あ高コンペイに PayPay ペペ、AU ペイを初めて登録した方が対象となります。えー、対象の登録期間は PayPay ペペが5月18日から6月14日。 au pay が5月,5月14日から6月14日です。で、参加方法はこちらですね。ステップ1。えー、まずは、コンコンをダウンロードして、コンコンペイに PayPay、auPay を登録。ステップ2、えー。コンコンペイで100円以上のコアコラー社製品を購入。PayPay ペペもしくは auPay での決済が対象となります。で、えー、ここ100円相当が戻ってくると。 で、毎週各社お一人様で、ペイペイの場合は、対象支払い日の翌日から期算して30日後にペイペイボーナス付与。a u p a の場合は8月末までにポンタポイント付与となっています。そしてもう一つがですね、全員チャンス。高コンペイを利用で買うたびに挑戦。2回に1回当たる高コンドリンクチケット、もしくはスタンプですね。抽選対象の決済サービスなんですけども、先ほどのキャンペーンと違ってこちらはもっと広いですね。 え、ココンペイでドリンクを飲んでルーレットに挑戦しよう。当たりが出たらプレゼント。で、当たりは、ココンのドリンクチケット1枚、もしくは、スタンプ1枚です。で、参加方法なんですけれども、先ほどのキャンペーンと同じ、同じで、まずは、ココンをダウンロードして、ココンペイに決済サービスを登録する。ステップ2で、ココンペイ対応自販機でココアコーラ社製品を購入して、ルーレットゲームに参加します。 以上はキャンペーンです。いかがでしたでしょうか。今回のキャンペーン二つをまとめるとこちらのようになります。キャンペーン一、キャンペーン名百円以上のコカコア製品購入で毎週百円相当戻ってくる。対象コ高ンペイにペイペイや A U ペイを新規登録し、百円以上のコカコア製品をペイペイや A U ペイで購入。対象期間ペイペイが五月十八日から六月十四日、A U ペイが五月十四日から。 6月14日となっています。特典毎週各社お一人様1回100円相当のペイペイ a y もらすポンタポイントを付与期間で400円相当までとなります。付与時期ペイペイが支払い日の翌日から起算して30日後 a u ペ a は8月末までにとなっています。キャンペーン2キャンペーン名「高コンペー利用で2回に1回当たる。 高コ,コンドリンクチケットもしくはスタンプ。対象はペイペイ、ラインペイアールペ RPay、AUPay、Visa、m a JCB、アメックス、ダイナースクラブで高コ,コンペイを利用してコカ・コーラ製品を購入し、ルーレットゲームに参加。対象期間は5月18日から6月14日。特典、当たりが出たら高コ,コンドリンクチケット1枚もしくはスタンプ1個。ここで高コ,コンドリンクチケットというのは無料でコカ・コーラ製品がもらえるチケットのことです。また、 高校のスタンプは15個貯めるとコカ・コーラ製品がもらえます。キャンペーン1はまだ高校ペイを利用したことのない人は最大400円相当のペイペイボーナスかポンタポイントがもらえるので、とてもチャンスだと思います。ただ問題は身近に高校ペイ対応の自販機があるかどうかですね。ちなみに私の場合は、身近にはないですね。もう一度のキャンペーンには必ずもらえるというわけではありませんので、当たればラッキーぐらいに考えておけばいいかなと思います。 以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。